はじめましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。令和4年1月20日 Twitter のトレンドに見つけたキーワードは偏向報道、偏向報道でした。反自民、反政府的なみたいなっぽい報道が日本の放送業界の日常茶飯事、あ、違った、日常茶飯事です。それはもはやニュースやワイドショーを伝えるテレビだけではありません。東京の文化放送というラジオ局に至ってはおはようテラちゃんなど一部の番組を除けばその傾きは激しく、ラジオの文化放送は JR 浜松町駅前にあるのですが、その傾きはもはやピサの斜塔じゃないかなんつってね。白がこう言ってます。さすがにそれはないと冗談はともかく、タレントの大竹まことさんが司会を務めるゴールデンラジオという番組など、あのジャーナリストの青木治さんどころか、皆様大好きなテレビ朝日の社員さんがご出演なさっていることもあるなんて伝えるだけで、番組のカラーというものがよーくわかるのではないでしょうか。また TBS ラジオに至っては活動家のための短波放送のようです。 FM ラジオに目を向けても以下同文です。もちろん出演者のすべてに政治的な目論みがあるとは言いません。ただ一部の声の大きな人が、その人がまして影響力を持っているんであれば、右へ習えどころか左へ習えとばかりに足並みをとことことこって揃えるざるを得なくなってしまうのは、チームで番組を作るコンテンツビジネスの宿あとも言えます。その結果、日本のマスコミの皆さんというのは左傾化から極左化へと傾きを激しくし、日本社会の最大多数である中間層から離れていっているので、まさに自滅の刃ということになっております。だから偏向報道というキーワードを見つけて、何を今更盛り上がってんのかなと思いつつも、トコトコトコってツイッターのトレンド見に行ってみました。すると盛り上がりは別の理由でした。引用されていた令和4年1月19日のスポニチアネックスの記事の見出しはこうあります。毎日放送、橋本氏、松井市長、吉村知事出演の特番めぐり調査チーム立ち上げ、偏向報道指摘受け。ざっくりと言えば、お正月の特番が維新の側に傾いていたという疑惑です。しかしそこに大阪の政治事情があるとはいえ、この件には疑惑がズドコ。新型コロコロ、この番組的にニュータイプの対応をめぐり、吉村博文大阪府知事が地元のニュースやワイドショーでまさに八面六臂のご活躍をされているという話は、こちら東京の方にも届いております。いわくただでローハーで大阪府の方針を伝えてくれるから、ニュースやワイドショーにお呼ばれしてますという説明で、それはまさにドボドボドボっと広報費を使いまくっているどこかの東京都知事に比べればリーズナブルな選択でマシなんじゃないかなという気もしてきます。一方、日本維新の会に批判的な立場からすれば、ニュースやワイドショー、テレビ局がプロパガンダに使われているという批判の声が上がること、これはそれなりに理解できます。なので今回はこの偏向報道について、その政治的な立場からはトコトコトコと踏み込みません。私がこちらのスポニチの記事で気になったのはこの箇所です。この社長自身自ら命じて番組放送の経緯などを調査するチームを立ち上げた。また視聴者センターにも20件ぐらい問い合わせがあり、3人の起用に不満があるというか問題があるのではないかという指摘があったと明かした。だがちょっと待ってほしい。何かといえば20件で社長が直々に調査しろなんてね、言ってるんです。端的に言えば、それだけですかという話です。ただここでピコーンと思い出してしまうのが、マイナビ連載打ち切り事件です。かつてこの私、マイナビニュースで小さな週刊連載を持っていました。いささか手前味噌ではありますが、カテゴリー別のランキングでは毎週必ずランクインするささやかな人気を誇っていた連載です。そんな人気連載がある何でもかんでもな事実を指摘しただけで、それはキャベツだと批判を受けて小さな炎上を起こしました。ただその炎上そのものはぼや程度のものでした。
ところがなぜかそのボヤの情報がマイナビニュースの取締役のお耳に入って、その日のうちに打ち切りが決まっちゃいました。だからそんな私の経験を持ってこのニュースに触れた時にやはり疑惑が深まってしまうんです。こんな感じでドボ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 ド。毎日放送 MPS といえばあの超時空要塞マクロスを筆頭にアニメファンにはおなじみのテレビ局です。一方政治の方に目を向けるといささか色合いが変わってきます。元キャスターの平松邦夫さんが今の立憲民主党につながる民主党からの推薦を受けて戦後初めて行政経験のない大阪市長にお見事当選されたことがあります。その後当時の橋本徹大阪府知事とのポカスカジャンとしたバトルは有名な話です。そんなテレビ局が維新に傾いた、まあ、どっちか分かりませんが、そう思われても仕方がない番組を作っていたので、今回偏向報道だと指摘されている番組、年明け早々ネットでは小さな話題にはなっていました。こうした背景に加えて MBS の社長が記者会見を開いたその翌日、あの週刊新潮が発売され、同じネタで偏向報道だと批判する記事を4ページにわたって伝えていたんです。これらをガチコーンガチコーンと接続していくと浮かび上がってくるのが杉の子案件です。一般的には杉名と呼ばれることが多いようなんですが、私が育ったところでは杉の子と呼び、春の土手になるとペコペコペコって生えてくるつくしん坊がそのまま育ちすぎると今度ニョキニョキニョキって生えてくる雑草、これが杉名杉の子。それぞれ点でバラバラに生えているようでありながら地下の根っこ地下茎でつながっている。こうした地下茎でのカギカッコ付きリベラルの皆さんのマスコミ絡みの人たち、そこに水面下との連携があるとしか思えないような動きをこの宮脇チャンネルカッコ仮では杉名杉の子杉の子案件と呼んでおります。多くが状況証拠からしか確認できないんですが、ツイッターのトレンド入りというのは一つの状況証拠です。またすかさずカギカッコ付きリベラルと名高いネット媒体ハフィントンポストがやはり偏向報道だという批判記事を書いて、つまりは援護射撃をしておりました。しかしこれぶっちゃけて言いますと、関西ローカルの番組で世間を騒がせるほどの話題にはなっておりません。あくまで比較においてですが、同じく関西ローカル ABC の正義の味方、これはネット上で毎週話題になっております。いわゆる野良動画にしても、発言を切り出したツイートにせよ、今地方局であっても話題になった番組というのはネットを通じて日本社会の皆さんが共有する時代になっているのに、少なくとも偏向報道だと大騒ぎするような番組であるはずなのに、さらに MBS の社長を筆頭に調査しろなんて言っている割には、ネット上の反動反響というのは事実上さざ波レベルだった。こうした現実を踏まえたときに、やはり杉名杉の子案件を疑ってしまうということです。政治家をお正月特番のバラエティ番組で使っただけで偏向報道だと大騒ぎするのに、その反対側、今時で言うなら真逆のベクトルに関しては今もって野放しにされております。直近で一例を挙げれば、あの辻元清美さんです。先の衆院選挙と比例復活すら許されなかった辻元清美さんを日本テレビ系ウェイクアップではスタジオ生出演させ、政権をいかんあかんと批判をさせ、バラエティ番組では占いという企画でなんだか辻元さんをよいしょとする、そんな番組が放送されておりました。彼女は残念ながら民意に選ばれなかったんです。しかしそんな人物を公共の電波でなんだか不自然に取り上げております。このことが批判されないのに、維新の方だけ底辺だ底辺だとやってるところに市議政を見つけるなという方が困難だという話なんです。なぜなら今彼女は夏の参院選へのくら替えが噂されております。そのための署名活動も行われ、南アフリカからイタリアなど、なんだか海外ではと世界中から署名が集まり、その数なんと3147です。白がこう言ってます。少ねえ。実はこの署名活動、昨年暮れから始まっており、その始まりの時、なんと東京スポーツが記事にしているんです。選挙で落選した人物を国会に押し込むという、これちょっと見方を変えると民主主義を小馬鹿にした動きです。
さて、ここで偏向報道に立ち返ります。ニュースやワイドショーを見る限り、鍵括弧付きリベラル側に偏向しているのは民放だけではなく皆様の NHK とて同じです。そして人間だものの現実を考えた時に個人の感想です的なみたいなっぽい形で傾きが出るというのはある程度は仕方がありません。だから安倍政権の時にこの見直しを当時の安倍晋三総理大臣が言及しております。まだ平成であった西暦でいう2018年3月28日、ロイターは次のように書き出します。安倍晋三首相の肝入りである放送規制改革をめぐる議論が本格化している。焦点は政治的公平などを定めた放送法第4条撤廃の有無。官邸サイドの撤廃方針に対して放送業界や監督官庁の総務省は慎重スタンスを崩していない。と、つまりここに疑惑が、チダバーン。変更報道が批判されるのは放送法第4条に基づき、この宮城チャンネル各国にもそれを論拠としております。しかし、ルールは時代とともにアップデートしていかなければなりません。それをしなければ、憲法9条守れと言っていつしか軍歌の音が聞こえるようになってしまいます。だから必要に応じてチェンジすれば良いだけのことです。そして当時の時の総理が変更報道しても良いですよと、そのようにルールを変えようという提案をしてくれておりました。これは安倍晋三元総理がインターネット番組のアベマテレビに出演した時の経験を踏まえて、ネットもありますの時代に言論の自由の担い手というのはもはやテレビだけではなくなった。よって放送法は改めれば良いんじゃないかというご指摘です。ところがこれにいかんあかんと反対の声を上げたのが監督官庁の総務省であり、民放連の井上会長さんであり、この会長さん元 TBS の社長さんです。はてさて、その TBS といえば例の八代事件によって立憲共産党の応援番組的なみたいなっぽいというか、もうそうじゃないかなというぐらいの偏向報道を繰り返しておりました。八代事件とは日本政府の公式見解を多少したったらずながら伝えただけに過ぎない番組の残された良心と名高いレギュラーコメンテーターの八代秀樹弁護士がネットスラングでいう公開処刑という吊るし上げに遭いました。その背景には福山雅治さんの CM ソングでおなじみのマヨネーズ会社さんの CM がセレでセレでセレバとなったことも理由じゃないかという噂もありました。しかし選挙を目前と控えた時の立憲共産党への偏向報道は問題視されることはありませんでした。ネット上ではもっと偏向しろ的なみたいなっぽい声まで確認しております。かように偏向報道の快進撃が止まりません状態なのに、じゃあその放送法を変えようかというといかんあかんと反対の声が上がります。すると放送法をニュースやワイドショー、ラジオも乗っけておこう、これを隠れ蓑にしているんではないかという疑惑がぽっこりと取り残されてしまうんです。ある意味法律を自らの政治活動のために使っているということで、これは法治と民主主義への重大な挑戦です。そんな反社的なみたいなっぽいテレビ局、ラジオ局も乗っけておこう、もう彼らから電波を取り上げて消えた消えたやったーとするか、もうやっぱり放送法第4条そのものを消えた消えたざまーと、今特定の方向だけ変更報道だと大騒ぎしている人たちの悪巧みを白日のもとに晒さなければならないんじゃないかななんて考える週末でございます。なお TBS の昼帯、このところ低視聴率が話題になっております。あの八代事件がとどめを刺したのならば、やはり彼らはブーメランの名手だったんだなぁと確認しております。我々はネットで情報共有してみんなで頑張っていきます。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを今来てるメルマガ版の方にも遊びに来てください。こちら有料版になっておりますが、私の自由な言論表現活動を助けていただいております。いつも応援ありがとうございます。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
坂以降安倍晋三完全勝利説という物語ならにモルゲストよと答えたんですが、モルゲストよかって紹介した。赤が勝ち、羽生くんすごい、宇野くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたから。と番組を最後の最後までご覧いただいた皆さん、国産ですか、じゃんけんタイム。いや、じゃんけんグー。私がグーなのでパーを出したあなた、はい、お祝いのハイタッチおめでとうございます。私と同じグーを出したあなた、違いますね、一緒にグータッチ。そしてチョキを出したあなた、じゃんけんでチョキは最も難しい手の形、器用なあなたに V サイン。それでは本当のバイバイ。